こんにちは。今日はココアとチョコチップのラウンドパンを作りたいと思います。まずはこちらのパン生地ですが、いつも作る練乳たっぷりのプレーンのラウンド生地です。粉が強力粉が 235g、 小麦粉が 45g、 お砂糖が 34g、 お塩が 3g、 バターが 34g、 練乳も 34g、 卵 L1 個、牛乳合わせて 200cc と、イーストが 4g 入っています。こちらは、10分間のこねが終わった状態です。ではこちらの生地から半分の生地を取り出していただいて、半分だけ取り出します。ビヨーン。結構くっつきやすい生地なので、あんまり手でやりたくないんですが、では手で、ね、半分取り出します。パンの羽がくっついてこないように気をつけてください。結構くっつきやすい生地なので、このくらいですね。はい、こちらプレーンの生地です。こちらはラップをしておいておきます。そしてこちらの残りの方にココアを入れます。ボウルに入れなくてよかったね。こちらにココアを混ぜます。もう一度パン生地で最初から練り直せば大丈夫なので、パン生地作りにセットをして、このまま一次発酵までしていきたいと思います。じゃあこちらをホームベーカリーに入れて、パン生地作りでスタート。そしてこちらの生地はラップをして、電子レンジで35度の50分に合わせて発酵させていきます。はい、今日使うラウンド型ですがこちらです。豊型の大サイズになります。こちらの内側にはバターをしっかりと塗っておいて用意しておいてください。2つの生地が一次発酵まで終わりました。ガス抜きをしてください。はい、ではガス抜きをしましたら、こちらの生地を豊型の方に入れていきたいと思います。では幅をまず豊型と同じくらいの幅を考えてもらって、生地がとっても柔らかくてくっつきやすいので、オーブンシートの上で作っていきたいと思います。ココアを混ぜた生地の方がくっつきにくいと思いますので、そちらの生地を外側にしていきます。綿棒で伸ばすとくっついてしまうぐらい柔らかい生地なので、手で伸ばしていっちゃいます。ココアの生地を豊型の大きさに伸ばしていきます。ちょっと扱いにくい生地なんですが、その分出来上がりがとってもしっとりしています。頑張って伸ばしてください。
はい、そうしましたらこちらのプレーンの方も伸ばしていきます。はい、こんな感じで伸びましたら、ココアの上に乗せちゃいます。てるんですが、ココアの方がちょっと大きいぐらいに伸ばします。そしてさらに伸ばします。オーブンシートからは離れやすいので、こうやって折り曲げたまんまで綿棒で伸ばしてもらってもいいと思います。こんな感じで伸ばしてもらうと、こちら側からと外してもらってもいいと思います。はい、こちらにもうちょっと伸ばしていきますね。手前の方にしっかり伸ばしていきます。そうしましたらチョコチップ入れていきます。今回は白い生地の方にチョコチップを入れます。ココアの生地にはすでにちょっとココアの味がついてて、子供大好きなので、こっちの白い方の生地にチョコチップを散らしていきます。たっぷりと入れ込みます。縁は飛び出るといけないので、ちょっと少なめにして置きます。後から豊型洗うのが大変になってしまうので、はい、こんな感じで入れてください。はい、ちょっと伸ばしますね。チョコチップも均等にいくように少し伸ばしていきます。よいしょ、ついでに生地も一緒に手前の方に伸ばしてください。はい、そしたらこちらから巻いていきます。くるくると内側にチョコを入れ込む感じで巻いていきます。巻き簾で巻くような気持ちでもいいかと思います。最後はチョコチップが飛び出さないようにしっかりと閉じてください。両サイドも空気を抜きながらしっかりと閉じてください。しっかり持ってきて閉じてしまいます。はみ出ると型が汚れてお掃除大変になりますので、しっかりと閉じてください。はい、こんな感じですね。そうしましたら豊型の大きさに伸びてますので、こちらに入れていきたいと思います。豊型にはたっぷりとバターを塗ってあります。はい、ではこちらにこの閉じ目を下にして入れていきます。生地が寄らないように均等にしてください。はい、こんな感じでいいと思います。はい、ではこのまま発酵の方に行きます。もう蓋は開けません。はい、このまま蓋をしてもらって、また35度の
発酵で40分、35分にします。35分発酵してください。そして発酵出してもらって、オーブンをそこから210度に温めてもらって、予熱してください。予熱が完了しましたら200度に下げてもらって焼いていきます。焼き時間は30分、20分経過したところで一度オーブンを開けてもらって上下入れ替えてください。均等になるようにひっくり返してください。合わせて30分焼いたら出来上がりです。では発酵していきたいと思います。はい、焼き上がりました。30分焼きました。では焼き上がったら高いところから2回ほど落としてもらって焼き縮みを防ぎます。どんな風に焼けているかお楽しみです。どうでしょうか。時々これは膨らんでない時がありますので、成功していますように。じゃじゃーん、あ、いい感じで焼けました。はい、これ最初に焼いた方の裏側に当たりますので、反対側がどんな風になってるかを見てみましょう。反対側もとっても綺麗に焼けてます。しっかりとやっぱりバターを塗るとこんな感じで型からも外れやすいです。綺麗にまん丸に焼けた場合は立てて粗熱を取ってください。はい、こんな感じで綺麗に焼き上がりました。中はきっとマーブルに綺麗になっていると思います。いえいえ、マーブルじゃなかった、丸に輪っかになっていると思います。はい、では皆さんもチョコチップ入りの2色パン作ってみてください。さようなら。